はい、今回はですね、プラグインのサイトをね、ちょっといろいろと紹介していきたいと思います。皆さんの方ね、普通プラグインって、まあ、いろいろと買ったりとか、海外で直接買ったりできるんですけども、実はね、これね、Adobe の、まあ、認定というか公認のページで、実はね、プラグインいろいろとね、購入できたりできるんですよ。ちょっと今回ね、これを、解説していきたいと思います。あと、あれですよ、花粉症すごいですね、今ね、花粉症。私ね、すごいんですよ。もう朝起きると、もうこの目のところにこうずーっと垂れてて、こう、朝起きてこうなカチカチになってて、こうなってるんですよ、こうやって。すごいですよ。つららみたいにね、こう出てて、これなんとかなんないかなと思ってて、紅風紀茶、聞きます。紅風紀茶。これは、もう飲んでるんですけど、ほんと辛い人はね、こういったものをうまく、ね、こう飲んで、少し頑張っていただければな、というふうに思います。さあ、今回のサイトなんですけども、実際にですね、まあ、Adobe 公認というかね、Adobe のマークがついてるところなんですが、この Adobe のですね、Creative Cloud に実はね、こう、まあ、連携して行うような、プラグインの、まあ、取得方法というのがあります。だから、ここも、Adobe ID で入るんですよね。このページっていうのは、Adobe ID で入っていまして、こちらの方から選ぶという形になっています。まあ、大枠を見るとですね、ここにいろんなね、Photoshop とかね、あるんですけども、After Effects っていう項目があるんですよ。ここをクリックしていただくと、こういう風にね、アフターエフェクトのプラグインがね、バーッとこう入ってるんですね、バッと。で、これの利点なんですけども、実際ここで、例えば購入しますよって言って押します。そうすると、まあ通常ダウンロードとかしなきゃいけないんですが、Adobe ID と直結してるので、実際に購入すると、まあすぐにですね、アフターエフェクト起動した場合に、もうプラグインとしてインストールされている状態、そういった状態で、こちらの方で反映されます。じゃあね、ちょっと今回はね、私なんか、おすすめのプラグインね、おすすめのプラグイン。でね、プラグインはね、フリーっていうのがあるんで、これ選んであげた方がお金かかんなくていいかなと思います。フリーね。まあ、お金かけたい人はかけてもいいんですけど、ね、絶対に入れなきゃいけないやつってね、実はあって、これですね。ね、スカッシュ&ストレッチフリー。これはね、入れといた方がいいです。これはね、文字とかね、こう、ボヨヨンってなるんですけど、こういったものっていうのを、まあ、実際に作り出すことができるプラグインです。すごい便利ですよ、これ。これについてはね、また後々解説したいと思うんですが、こちらまずね、おすすめです。で、私の方でね、ちょっとこれおすすめなのが、これフリーじゃないんですけど、ソーシャルタブ4 Adobe CC っていうのがあります。ちょっとこれクリックしてみましょうか。はい。まあ7.9 ドルだから、まあ800円、850円か900円ぐらい。これはソーシャルタブをね、乗っけるやつなんですけども、ちょっとこれ購入してみましょうか。はい、バイにします。はい、そうするとまあライセンスが出てきまして、アクセプトしてコンティニュー。はい、そうするとチェックアウトの画面が出てきます。まあここね、会社名とかで電子メールアドレスとか入れて、まあクレジットカードだったらクレジットカードで払いますよみたいな感じでできます。はい、無事ですね、購入が終了しますと、こちらの方でですね、もうすでにデスクトップアプリの方で、はい、入っていますよという形で、今ですね、クリエイティブクラウドのやつですね、これがインストールされましたというような通知が届きます。すぐなんですよね。はい、でですね、After Effects の方 CC2019 を立ち上げました。で、先ほど購入したものですね、どこにあるかっていうと、こちらです。機能拡張。まあ、いっぱい買いましたね。もういっぱいありますよ。で、ここでソーシャルタブズですね、CC っていうのがあります。そうすると、ここにね、ソーシャルタブ CC っていうのが出てきて、まあ、この辺しましょうか。この辺に入れちゃいます。そうすると、例えば、ツイッターとかやってる人だと、ここのボタンを押すと、ツイッターで、こういう風に見ることができるんですよ。なんていうか、まあ、ながらなんですけどね。ながら作業向きなのかなっていう感じなんですけど、まあ、ただこれだけなんですけどね。よく、制作室にこもってると、まあ、スマホとか見るのめんどくさい時あるんですよ。こう、両方やってるとなんかね、気が散っちゃうとか、あったりするんですけど、こういうのあるとね、何気に、ながら作業っていうか、まあ、なんとか見ながら、なんかやっていく作業をやっていくみたいなことができるんで、これはね、なんかある意味、おすすめなんじゃないかなとは思います。まあ、実質値段980円かな?なんかさっきみたいな1000円ぐらいなんですけども、これはちょっと買って面白いなというふうに思いました。はい。でですね、ここで、発表なんですけども、いよいよですね、4月19日の予定で、まあ私が著者となるですね、9冊目のアフターエフェクツの本がいよいよ発売となります。まあ13ヶ月くらいかかっちゃってですね、結構大変だったんですけど、
まあ皆さん YouTube でいろいろと勉強なさってる方向けっていうか、結構その方をターゲットにした本ということで、あのソーシャル動画、まあ今こちらでも出ているこれもそうなんですけども、まあちょっとした簡単な動画をですね、あのソーシャル動画をまあ作る過程というのをですね、こと細かに解説した、書籍となります。まあ640ページぐらいあったんで結構大変だったんですけど、また詳細とかね、いろいろとこう宣伝とか分かりましたら、YouTube でアップしていきたいと思いますので、どうぞご期待いただければと思います。